コックス報告書。一般にクリス・コックス会議員にちなんで、コックス報告書として知られる、合衆国安全保障並びに、中華人民共和国との軍事、経済問題に関する特別委員会報告書は、中華人民共和国による1980年代か1990年代に渡った合衆国内における秘密活動に関しての報告書であり、 機密扱いの合衆国政府文書である。報告書は合衆国安全保障並びに中華人民共和国との軍事、経済問題に関する特別委員会によるものである。この特別委員会は1998年6月18日にアメリカ会員の409対10の投票で設置された。その役割には各装備された大陸間弾道弾あるいは大量破壊兵器の 製造に役立つ技術や情報が中華人民共和国へ渡ったかどうかを調査する責任が課されていた。類似した調査はすでに米上院においてテネシー州選出のフレッド・トンプソン上院議員式により始まっていた。トンプソンは1996年の合衆国大統領及び議回選挙に対する 中国の影響力について1ヶ月早い1997年7月8日に彼の聴聞会を開いている。委員会の議長はカリフォルニア選出の共和党会議員、クリス・コックスであり、彼の名は委員会の最終報告書の代名詞になった。他に少数党有力議員であるノーム・ディックス民主党会議員を無共和党員、及び民主党員4人が、 委員会のために働いた。委員会の最終報告書は9名のメンバー全員一致で承認されている。1999年5月25日には報告書の改訂版が公開された。コックス報告書は中国と核兵器について5つの主要な主張を含んでいた。1、中国は米国の7つの最新熱核兵器に関する設計情報を盗んだ。 2. 盗まれた秘密事項は人民解放軍が自身の核兵器の設計、開発及びテストを早めることを可能にした。3. 中国の次世代の核兵器は盗まれた米国の設計情報要素を含み、米国が使用する兵器に有効性で相当することになる。4. 盗まれた米国の情報に基づく小さな弾頭は2002年に配備の準備がなされ。 また、中国が次世代のミサイルに、マーブ技術を結合させることを可能とするものである。5、秘密の盗難は孤立した事件ではなく、実は中華人民共和国国家安全部による、米国の兵器研究所に対する数十年の、諜報活動の結果である。さらに報告書は、その違法な活動は、不祥事の結果用意された新しいセキュリティ対策にも、かかわらず継続していると述べている。 中国政府は全ての疑惑は根拠がないと評した。中華人民共和国を含むいくつかのグループが報告書の誇張あるいは不正確さに言及するが、その起草者と支持者らはその用紙が否定できないと主張している。報告書の基本的な調査結果は上記の文書の冒頭の概要から以下の通りである。この件に関して中華人民共和国は その核技術開発は独自に行われたものであり、情報活動の結果ではないと主張している。コックス報告書の発表により立法及び行政の大きな改革をもたらした。その特別委員会の20を超える提案が法律化され、その中にはアメリカ合衆国エネルギー省の核兵器のセキュリティ責任を引き継ぐ新しい国家核安全保障局の創設が含まれていた。 しかしながら核情報を中華人民共和国に提供した件で、これまでに有罪判決を受けた者はおらず、これらの容疑に関連したリフミカズの訴訟も切り離された。報告書で名前を挙げられた二つのアメリカの会社、ローラル社とヒューズエレクトロニクス社は、アメリカの輸出管理法に違反したとして、連邦政府によって整然と起訴され、武器輸出管理法に関する、 歴史上の最も高額な二つの罰金が課された。2002年には、ローラル社が1400万ドル、2003年には、ヒューズ社が3200万ドルの罰金を支払っている。報告書は、潜水艦発射弾道ミサイル JL-2 a の射程距離を誇張し、情報機関の専門家たちが従来使っていた 8000km という数字ではなく 12000km と分類した。 この誇張した数字に基づいて報告書は人民解放軍がどのようにその基本的な核政策を変更できたかを理論づけている。報告書の内容について CIA は引退したアメリカ海軍デイビッド・ジェレマヤ提督にコックス報告書の調査結果を検証、評価することを命じた。1999年4月にジェレマヤ提督は コックス報告書の主要な主張である、盗まれた情報が中国のミサイルや弾頭の開発やその近代化に寄与したとすることについて疑問を呈する報告を発表した。中国の技術と軍事開発に関する専門家であるジョナサン・ D ・ポラックは報告書には1970年代に遡るソビエト連邦に対するバランスとしての中国の力を育成。 強化したアメリカと中国の関係がされていないことを非難している。したがって違法な技術譲渡が行われた環境は緩和されていたか、あるいは凶暴のものであった可能性がある。全米国兵器設計者であるリチャード・エル・ガーウィンは盗まれた W-77 と W-88 弾頭に関する情報は、その技術に基づく兵器を開発するには、 莫大な物的投資を必要とし、それは中国の核計画に関する関心事ではないことから、米国国家安全保障を直接損ねる見込みはないと指摘した。1九9九年十二月、ハーバード大学、スタンフォード大学及びローレンス・リバモア、国立研究所の物理と多分野の学者の一団は、スタンフォード大学国際安全保障協力センター、サイサック。 からコックス報告書の評価を出版した。この再検討はコックス報告書の主要な結論の5つすべてに反論している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。